ケースに入った一体のガビサシガビサシ及び点穴張りは中国武術における暗記や文人の護神具として使われた短兵器である。ほとんどが単鉄製の棒状であり、中指にはめる刺し抜きの輪が猿勘定の構造で棒身の中央部に取り付けられている。この武器をつけた手のひらで敵陣を蹴るほか、一つや点穴、急所を攻める打つことや、 腰や関節などを極めることに用いる。暗記の場合は、つよ用に両端に、死という矢尻状の差し針がついている。ゴシングの場合は、この、死はなくマリーか角張っていて、打撃を与えるのみで一つはできないようになっているものが、ありまた正確には、我が、眉差しとは別の名称が存在する。また、いざとなった時隙をつくために、今のように投げて使ったともされる。寸鉄人をつの、 寸鉄とは元来、寸鉄器、すなわちこの武器類のことを指す。日本語に訳されるとき、寸鉄にあたる器具が一般になかったため、刃物と訳された。なお、忍術や一部流派の古武術には、手の内などの名称で呼ばれる木製および断鉄製の類似した用法の隠し武器、五神具が存在する。また、 鉄製の棒文鎮はその形状が似ていることから、文人がご神具として用いた、この輪が、眉種類の名残だという見解がある。ありがとうございます。